皆さんこんにちは、プッティーモンキーレンチの時間です。今回はトランジションプリセットについての動画です。以前にトランジションプリセット81種類を無料配布しましたが、そのプリセットを使いやすくするために大幅に更新しました。さらに新たにプリセットを54個追加して合計135個になったトランジションプリセットについても紹介します。81種はそのまま誰でも無料でダウンロードしお使いいただけますが、今回紹介する135種類のバージョンは有料となります。正直なところ無料配布の81種でも使い切れないほど十分数が多いのですが、それでもまだ足りないという方が購入していただければと思います。ではプリセットのダウンロード方法から導入方法、さらにプリセットの使い方までを見ていきましょう。まずはダウンロードです。ダウンロードはこの動画の説明欄にある URL からブースへ飛んでください。ブースのページで81種のプリセットの方は無料ダウンロードをクリックしてください。135種のプリセットの方はコンプリート版をカートに入れて購入となります。無事データをダウンロードできましたら ZIP ファイルを解凍して中を覗いてみましょう。解凍したファイルにはいくつかフォルダがあります。一つ一つ見ていきましょう。まずは PMW_transition。 こちらはアフターエフェクツに読み込むためのプリセットデータが格納されています。後ほど導入方法を説明します。次に動画ファイルです。こちらは配布しているプリセットの中身がどんな素材なのかを一覧で見ることができます。次にテキストデータです。注意事項とプリセットの導入方法や使い方を記載していますので、はじめにお読みください。ダウンロードデータは以上になります。では実際にプリセットを導入する方法を見ておきましょう。ダウンロードしてきたファイルの中に PMW_transition というフォルダがあると思います。この中に今回配布したプリセットデータが入っています。このフォルダを丸ごと指定の場所へコピーすることで導入完了です。お使いのパソコンが Mac か Windows かで場所は変わりますので注意してください。コピー先の場所は説明欄やダウンロードデータのテキストにも記載しているので、わからない場合は確認してみてください。フォルダをコピーすることができましたら After Effects を開いて確認してみましょう。After Effects を開いたら、まずはエフェクト&プリセットのパネルを表示させておきます。もし画面内にパネルがない場合は画面上部のメニューバーのウィンドウからエフェクト&プリセットを選択しましょう。パネルを見るとアニメーションプリセットという項目が表示されていると思います。アニメーションプリセットが表示されていないという方はエフェクト&プリセットと書かれた右側にある3本線のアイコンをクリックし、アニメーションプリセットの表示にチェックが入っているかを確認しておきましょう。ではアニメーションプリセットを開いてみましょう。アニメーションプリセットの中にあるユーザープリセッツというフォルダを展開すると PMW_transition の項目が表示されると思います。この時点で PMW_transition の項目が見当たらないという方はエフェクト&プリセットと書かれた右側にある3本線のアイコンをクリックしリスト更新をクリックしましょう。それでも表示されない場合はフォルダをコピーした場所が間違えている可能性が高いので再度確認してください。では PMW_transition を展開してみましょう。展開すると中に3つのフォルダが入っています。トランジションの種類に合わせてそれぞれフォルダ分けしています。まず一番上のアジャストメント、こちらは調整レイヤーに適用するプリセットが入っています。次にエフェクト、こちらは平面レイヤーにエフェクトを適用して作ったプリセットが入っています。最後にシェイプ、こちらはシェイプレイヤーを使って作成したアニメーションプリセットが入っています。では実際にプリセットを適用しながら順番に見ていきましょう。あらかじめトランジション用にコンポジションを用意しました。コンポジションにはトランジション前のイメージと後のイメージをタイムラインに並べています。今回紹介するプリセットはコンポジションサイズ 1920×1080 を想定して作っていますので、コンポジションサイズは 1920×1080 にし、フレームレートは30としています。プリセットは 1920×1080 のサイズを想定して作ってはいますが、コンポジションサイズが異なっても機能するように調整しています。
多少見え方が変化する場合がありますので、そこだけはご了承ください。ではまずはアジャストメントのプリセットから見ていきましょう。このフォルダーに入っているプリセットは名前の通り調整レイヤーに対して適用するプリセットとなっています。なので使用する場合はまず調整レイヤーを作成する必要があります。調整レイヤーの作成は右クリック新規から調整レイヤーを選ぶか、コントロール、オルト、Y のショートカットキーで作成してください。 Mac の方はコマンド、オプション、Y です。作成した調整レイヤーを選択した状態でプリセット名をダブルクリックするか、調整レイヤーにプリセットをドラッグすることでプリセットを適用することができます。適用する際の注意点として、プリセットを適用する際はタイムラインの現在の時間に注意してください。プリセットは現在の時間インジケーターがある場所を基準に読み込まれます。現在の時間がどこにあるのかでキーフレームの場所が変化しますので注意が必要ということですね。私は管理しやすいように基本的にはコンポジションの開始フレームに現在の時間を合わせてから読み込むようにしています。調整レイヤーに対してプリセットを適用できましたら、あとはタイミングを合わせる作業を行います。プリセットを適用したレイヤーを選択した状態でキーボードの U キーを押してキーフレームを表示させます。キーフレームの色がオレンジ色のものがあります。このオレンジ色のキーフレームがあるタイミングは画面がすべて覆われている状態か、トランジションの動きの速度が最も速くなるタイミングを表しています。つまりオレンジ色のキーフレームがあるタイミングで画像や映像を切り替えることでうまくトランジションさせることができます。例えば今回のケースだと、トランジションで切り替わる前の画像レイヤーの終点をオレンジ色のキーフレームのタイミングに合わせます。次にトランジションで切り替わった後の画像レイヤーの視点をオレンジ色のキーフレームのタイミングに合わせてあげます。この状態で再生してあげると、動きが最も速くなった箇所で画像が切り替わるので、うまく画像の切り替わりをごまかすことができます。では次にエフェクトフォルダーです。こちらは平面レイヤーとエフェクトで構成されたトランジション素材が入っています。プリセットをダブルクリックすることでコンポ内に読み込むことができます。エフェクトの組み合わせによるプリセットなので、エフェクトコントロールから色の変更やアニメーションを変化させることが可能なのが特徴になります。例えば今適用しているプリセットはスプリットワイプ、バウンスというものになりますが、色は塗りというエフェクトで制御しているので簡単に色を変更することができます。さらに CC ジョーズというエフェクトを使ってトランジション素材を作っているので、ディレクションという項目を調整すれば簡単に方向を変えることができます。他にもハイトなどを調整したり、エフェクトの形状を変えてみたりと色々と遊ぶことができます。エフェクトフォルダーにあるプリセットは基本的に画面を覆い尽くすタイプのトランジションになっています。なので画面が完全に埋め尽くされたタイミングで画像などを切り替えて使います。レイヤーを選んでショートカットキーの U キーを押しキーフレームを表示させます。すると青とオレンジのキーフレームが表示されます。青色は画像を切り替える前の導入部分を表しています。オレンジ色は画像を切り替えた後のアニメーションを表しています。つまり青色のキーフレームの終了点とオレンジ色のキーフレームの開始点の間は画面が完全に覆われている状態となりますので、このタイミングで画像を切り替えておくとうまくトランジションさせることができます。トランジション素材で画面が覆われている時間をもう少し伸ばしたいとなった場合は、オレンジ色のキーフレームを後ろにずらしてあげると再現できます。実際に試してみましょう。オレンジ色のキーフレームの上で右クリック、ラベルからラベルグループを選択を押すと、オレンジ色のキーフレームをすべて選択することができます。この状態でオレンジ色のキーフレームを動かすことで終了時のアニメーションのタイミングを遅らせることができます。タイミングの調整はこのように編集してイメージを合わせてお使いください。ラベルグループを選択はキーフレームを色で管理する場合にとても便利な機能なので、ショートカットに割り当てておくと非常に便利です。私は Alt L に割り当てて使っています。ショートカットの割り当てはメニューバーの編集から
キーボードショートカットを選びます。表示されているキーボードの中から割り当てたいキーを選択します。私は L に割り当てたいので L を選択します。すると画面右下に現在 L に割り当たっているショートカットが表示されます。オルトと組み合わせたショートカットは存在していないので、オルト、L でラベルグループを選択できるようにします。画面左側にある検索ボックスにショートカットに設定したいコマンドを検索します。ラベルと入力するとラベルグループを選択というコマンドが表示されます。そのままラベルグループを選択を右側に表示されているボルトの場所にドラッグしてあげると設定完了です。これでラベルが設定されているキーフレームを選択してボルト L を押すと素早く同じ色のキーフレームを選ぶことができるようになります。では最後にシェイプフォルダを見てみましょう。こちらはシェイプレイヤーを使って作成されたトランジション素材が入っています。今回の更新によりプリセットのファイル名を大幅に変更しています。前バージョンの命名規則は結構長いものになっていましたので、もう少し簡潔になるように修正しました。その他もともとあった56種類のトランジションプリセットはもう少し使いやすいように見た目にも結構な変更を加えています。名前からある程度推測できるように考えてみましたが、この辺はお好みでファイル名を変更していただいても結構です。では実際にプリセット読み込んでみましょう。シェイプフォルダから適当に選んでみます。シェイプにあるプリセットも 1920×1080 のコンポジションサイズを想定して作っていますが、全てがシェイプレイヤーで作成しているということもあって簡単にスケールさせることが可能です。1920×1080 以上または以下のサイズで使用したい場合は、レイヤートランスフォームのスケールを使ってコンポジションのサイズに合わせてお使いください。プリセット読み込んだ後は、シェイプで画面が覆われたタイミングに合わせてカットを切り替えます。レイヤーを選択した状態でショートカットの U キーを押すと、キーフレームがすべて表示されます。青色がトランジションの導入部分、オレンジ色は画像を切り替えた後のアニメーションを表していますので、画像を切り替えるタイミングの参考にしてください。キーフレームに頼らずとも、コンポジションパネルを見て、シェイプで画面が覆われたのを確認しても OK です。やりやすい方法で編集してみてください。プリセットの色変更についても見ておきましょう。プリセットのエフェクトコントロールを見ると、色を変更するためのエフェクトが必ず適用されています。ここから簡単に色を変更することができるので、イメージに合わせて調整してみてください。では他の編集方法も見ておきましょう。例えば、ワイプ __D__003 を適用してみます。こちらは左下から右上へ斜めに分割されているシェイプアニメーションになっていますが、斜めの方向を反転させたいとなった場合を想定します。そのように変更したい場合は S を押してスケールプロパティを表示します。左右を反転させたいので X 軸の値を調整することで左右に反転が可能です。このままだと Y 軸も一緒に編集してしまうことになるので縦横比のロックを外してから X を -100% に変更すると簡単に左右を反転させることができます。このようにスケールや回転などのレイヤートランスフォームを使用したり、色を変更することでさらにバリエーションの数を増やすことができるようになっています。ご自身の使いたいものに合わせて必要な編集を加えてみてください。トランジションプリセットは81種類は無料で使うことができます。数的には十分すぎる数だと思いますが、まだもっと欲しいとなった場合に有料版の購入を検討していただければと思います。今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。